スイングとのガキたち、今から引導を渡してくれ。なんだあれは。シャカの手の中にコスモ、コスモが、コスモが燃焼している。おー、天魔降伏。この程度の実力の者がこの処女宮まで登ってこられたとは未だ信じられん。下のゴールドセイントたちがあえて手を抜いたとしか思えんな。往生際の悪い。この釈迦、ゴールドセイント12人の中でも最も神に近い男と呼ばれているが、弱者に対する慈悲の心は持ち合わせていない。いや、こうして苦しんでいる者にとどめを刺してやるの、慈悲というものかもしれんな。なんだこのコスモは。お前はフェニックスの一騎か。俺の弟や共にそこまでした以上、相応の覚悟はできているのだろうな。一騎よ、私の指に傷をつけたくらいで私に歯向かおうなど戯れもいい。何を称した。そのくらいの傷では済まないぞ。先ほどのブロンズセイントとは頭皮つけがたい愚か者だ。君も弟たちと同じように葬って。これだけかね。神に近いと言われている男が君に近いとされているぞ。あの時から少しは成長。バカだ。俺は幻を見ているのか。一騎よ、多少なりとも地獄を見てきた君を陸道輪廻へ落とそうとしたのは私の過ちだったようだ。天武降臨は完璧に定められた調和の取れた世界ゆえに、調和を乱す者を完全に葬る究極の先人。何？一騎、君の六感すべて断ち、フェニックスといえど二度と立ち上がれぬよう完全に葬ってやる。天武降臨。釈迦の目が開いた。腕が、足が、すべての感覚が失われていく。もはや何も感じない。最後に虚しく動き続けるその心臓を求めて陸道輪廻に落としてやるのがせめてもの慈悲だ。釈迦、今度は僕が相手だ。兄さんをムザムザ死なせるわけにはいかない。死に損ないの君が出てきたところで何ができる。シュン、どいていろ。釈迦は俺が倒す。この一騎が。兄さん、バカな。一騎のコスモは恐ろしく増大していく。まさかこれが第七巻、究極のコスモ、セブンセンシズ。一体どういうことだ。一騎の六巻は全て断ち切ったはず。ゴールドセイントしか体得していないセブンセンシズに目覚め始めたというか。釈迦よ、聞こえているだろう。それは友を見つけることなどできん。このコスモは燃焼し続けるのだ。目では見えなくても
このセブンセンシスではお前の姿を捉えることができるぞ。シャカよ、お前はそれほどの力を持っていながらなぜ教皇の後に我慢しているのだ。お前ほどの人は。どうした一騎よ。私には善悪の判断ができるということが信じられんようだな。ならば私が君にデスクイーン島でかけた言葉を思い出すがいい。俺の意味は正義の心がしまい込んである。今の君はどう正義のために戦っているのだろう。フェリックス最大ドロー火力転生。シャカ、今俺のコスモは六感を失ったことでお前を忍ぶほど燃え上がっている。まさか。それでは君はわざと天部降臨を。そうでもしなければ神に最も近い力を持つと言われるお前を倒すのは不可能だろう。さあシャカよ、俺と十万億度とやらの彼方まで行ってもらうぜ。愚かな。自分の命を捨ててまで相手を倒すなど、そんな勝利に何の価値がある。さらばだ神、聖夜たちと共に最後まで男らしく戦うんだぞ。兄さん、神よ、人間がもし生まれ変われるなんてことが本当にできるのなら、この次に生まれ変わってきたとき、お前とはまた兄と弟だ。必ずな、シュン。兄さん。